ティーナです。今日はいちご大福が食べたいなと思って、いちご大福は もちろんドイツでは買えないので自分で作るしかないんですけど、ちょっと白あんのねいちご大福が食べたいなと思って、今日は自分で白あんから作りたいと思ってます。白あんに使うのはこの缶詰、作ってみたいと思います。じゃあ材料の紹介。いちご大福なのでもちろんいちご、砂糖、もち米の粉、もち粉、アジアスーパーでこれは買いました、片栗粉、あと真っ白あん用のもち、違う、あとは白あんを作る豆です。使うものとしてはザルとボウルと小さな鍋で、耐熱皿、そう本当はボールでやりたいんですけど、耐熱皿のボールがなかったのでちょっと浅いんですけど、これでやります。これは餅用です。じゃあ早速作りたいと思うんですけど、順番としては最初に白あんを作って、その次に餅を作っていく形にします。先にお餅を作ったら、お餅って結構カピカピになりやすいので、作りたての状態で使いたいので、作る直前にお餅を作りたいと思います。では白あんから作っていきます。じゃあまずこの缶の豆をザルでこしていきます。こんな感じの豆です。本当はすり、なんて言うんだろう、すりすり皮はいらないみたいなんですよ。どうだろう、剥きやすかったらちょっと剥いてみようかなって感じです。ちょっと豆の皮剥くのちょっと大変すぎるから、これで潰していきます。どうせザル抜けないでしょっていう考えで、え、もうすでに白あんっぽい。でも全然匂いが美味しそうじゃない。本当はね、あのごまするやつ、すり粉っていうのかな、すり粉を使ってやるんですけど、ないのでこうやってやる。目が疲れます。じゃあ続いてこのできたっていうかこした豆を砂糖と一緒に混ぜていきます。お菓子作りだけはね、分量ちゃんと測らないと。ケーキとかはね、もうあれは科学だから、料理じゃないから。よし、お砂糖は 70g。ちなみに豆は 400g 使ってます。もっともらしく豆400に対して 70g ですとか言ってるけど、私が見たレシピは違う分量でやってて、400だったら大体70だろうなっていう、そういう適当さがあるので、まあ、これが成功したらその分量でやってみたい人はやってみてください。もうザ適当物品なので、前に普通のあんこ、白あんではなくて小豆で作るあんこを作った時はお塩をちょっと足したんですけど、お塩を足すことによってちょっとね、深みが出るっていうか、なんかちょっと和菓子屋さんのっていう、そんな感じ。でもこれできてんじゃない、これ火にかける必要あるかな、あるの、まあ、かけよう。私からしたらこれで白あん完成なんですけど、火にかけないとダメ。砂糖シャリシャリ。そう。話の途中だった。小豆の場合は塩をちょっと、もうほんと一つまみ気持ち程度入れるんですけど、このね、水煮缶の豆でやる場合は、これに多分食、あの、塩が、そう入ってる入ってる。塩が入ってるので、今回は足しません。でも、乾燥豆からやる場合はもしかしたら入れるんじゃないかな。乾燥豆場合は。乾燥豆ば何弁やろうか。はい、こんな感じです。練ったら
でも味見して言った通り砂糖がシャリシャリなので、これを火にかけてトロトロするまで練って水分が飛んでちゃんと白あんという状態になるまで頑張ります。ちっちゃい鍋用意してたんですけど、ちょっと量が多いので中鍋にしました。入れますって言って火にかけますというところ、取れてなかったです。でもご覧の通り入っております。これ焦げついたりしないよね、怖いんだけど。いつが出来上がるかわかんない。砂糖が多分溶けたらってことかな。味見すればいいのか。まあ、こんな感じなんで、もうできた、できたってことにします。じゃあ味見してみよう。あつ、うん、多分白あん、なんか白あん、うん、美味しい。なんか匂いはすっごいね、なんか酸味があって絶対失敗だって思ったんだけど、食べたら、わ、え、いいやん、できとる、できとる、できとる。おて、見たかった？ごめんなさい、考えてませんでした。はい、白あん完成です。早くて簡単。じゃあ白あんの粗熱が取れるまで待ちます。粗熱が取れたのでライトが、いちごを包んでいきます。ではまずお皿を用意します。いちごの登場です。いちごは洗ってヘタの部分を切っておきます。いちご水気を取りました。1,2,3,4,5,6,7、私は7個作るようです。何にも考えずに出す。あんでいちごを包んでいきます。ではこれを丸くしていきます。こんな感じで上はちょこんって出しときます。はい、包みました。ちょっとお皿汚いけど、なんかグリーンピースの代わりに赤いものを乗せたシューマイみたいな状態ですね。これはラップをしておきます。よいしょ。では餅を作っていきたいと思います。アジアンスーパーで餅粉を買ってきました。この餅は、まあ、鍋でもできるんですけど、今日はちょっと電子レンジでやってみようかなと思ってて、これに入れて作るんですけど、できたら片栗粉をまぶしたところに入れるので、先にこれに片栗粉を入れておきます。これくらい餅粉とお水と砂糖を混ぜるんですけど、150g。 次は砂糖を測っていきます。お砂糖は 30g。 お塩が一つまみなんですけど、こんくらい。お水 230g。 ではラップをかけて電子レンジでチンします。ついちゃった。電子レンジで、大体400か500ワットで 4,5 分。様子を見ながらやります。465ワットと650ワットの間ぐらいにセットして4分、とりあえず4分でやってみます。やりすぎたかもしれない。お餅を取り出したのでこねます。
真ん中の方まだできてなさそうだけど、周りはもう完全お餅バッツ。うわえ、こんななるの？嘘でしょ。あ、ちょでも大丈夫、まだもう一回やるから。大部分がもうちゃんとお餅。ほう、じゃあもうすでに。でももう一回電子レンジでこれをチンして完全にお餅になるまで焼きます。1分半電子レンジでチンします。待ちます。もうだいぶ外がカラカラってきました。青い。はい、ではもう多分これで出来上がりのはず、お餅は。あ、もう完全にどこもかしこも半透明な、もうお餅状態。簡単。ちょっとさっき白い液体でできた時はちょっと失敗するわって思ったけど、そんなこともなかったですね。やば、ちょっとテンション上がる。よいしょ。ちまきって和菓子、あの笹の葉に包まれてる白いあのお餅の味。じゃあこのお餅をちっちゃく分けていきます。まあいいでしょう、こんな感じ。この子たちを包んでいきます。いちごの部分を下にして巻いていきます。ちょっとお餅が多すぎて中のいちごが全く見えません。イチゴが見えない。ただの大福やん。イチゴ感ゼロ。まあ美味しきゃいいですよね。あ、イチゴが見える。ちょっとだけ、ちょっとだけ。どんどんいちご大福っぽくなってる。これ思いついた人はすごいね。できた。落ちちゃった。大丈夫よ、はい、大きさバラバラの、形バラバラのいちご大福できました。なんかあんまりいちご大福感ないけど、まあ、この子とかねちょっと覗いてますね。お餅はこんなに余りました。冷凍します。できた。だいぶおやつっていう時間は過ぎてしまったけど、もうできちゃったし、出来たてが絶対一番美味しいから食べます。ちゃんと和菓子、缶詰の豆やりますよ。アジアンスーパーのもち米もなんか大丈夫かなって正直ちょっと不安だったんだけど、普通に白玉粉まんま。めっちゃ美味しい。なんか春来たって感じ。
もう一個食べよう。ちっちゃいやついこう。ちっちゃいの食べます。おかわり。ドイツのイチゴ甘くないから逆にすごいこの砂糖が入ってるお餅とあんことめっちゃ相性よくて、なんかちょっと酸っぱいのが逆にめちゃくちゃマッチしてる感じがする。うん、今目開けたら日本にいるかなと思うくらい和だった。やっぱいいね、お餅とかあんこって。うん、もう大満足です。ちょっと冷凍できるのかが分かんないから、それはちょっと調べて冷凍できるならして、できないんだったらちょっとラップにくるんで、なるだけカピカピにならないように保存して食べたいと思います。じゃあこれを見て、私もいちご大福食べたいって思った人は自分で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあまた次の動画も見てください。バイバイ。